地婦農社会、権威主義的ネオリベラル主義の経譜学。グレゴワール・シャマユ。ノブトモ・ケンジ役。第二十一章、責任化する。1971年、車窓越しに伸びた手が紙袋を投げる。紙袋は、 遠くの道端で破れる。飛び散ったゴミは、モカシンの靴を履いた、ある立派な人物の足元まで広がる。羽飾りをつけたネイティブアメリカンだ。そしてクローズアップ。彼はカメラ越しにあなたを見つめる。泣いている。痩せこけた方を流れる涙がズームされる。音声は消される。 スクリーンには文字が被せられる。怪我し始めたのは人間。止められるのも人間。Keep America Beautiful。ネイティブアメリカンは自然である。皆さんは文明だ。彼は皆さんのやましい両親なのだ。サバルタンは語ることができないが、つぐんだ口の代わりに、 見開いた目が物を言う。植民地化される前の諸樹地アメリカは怪我され、荒らされ、虐殺され、そして今もまた傷つけられている。そのことを無言で非難しているのだ。そしてスローガンが入る。汚染の原因は皆さんだ。それを修復するのもまた当然のことながら皆さんだ。 すべては皆さんの方にかかっている。自分の罪の意識は自分の手で癒すことができる。行動を変えればそれで良いのだ。エコロジー意識に、そして各人の責任感に訴える見事なスローガンだ。だが、この広告のご立派なメッセージの署名の裏には誰が隠れているのか。 そう思われがちな話とは裏腹に、キープアメリカビューティフルは環境保護組織ではない、飲料業界と容器業界のコンソーシアムだ。コカ・コーラやアメリカン・キャン・カンパニーもそのメンバーである。このフロント組織が設立されたのは1953年のことだが、その設立の背景をたどるのも有意義だろう。 アメリカ合衆国では飲料販売の際の瓶の払い戻しシステムが随分以前から存在していた。客は数千と余分に支払うが空き瓶を戻せばその分が返ってくる。この容器再利用のシステムは資源リサイクルとははっきり区別される。ガラスを溶かしはしない。瓶に詰め直すだけだ。有効かつ 長く維持できるシステムでゴミを最小限に抑えていた。1930年代から事態は変わり始める。禁酒措置が解除されビジネスが再開。ビール産業は金属缶を開発する。消費者の慣れ親しんだ再利用可能なガラス瓶がしばらくは過半を占めていたものの、使い捨て容器のおかげで美味しい展開が見えてきたのである。 回収や再放送のコストは削減できるし、中間業者、地域の瓶詰め業者を排除できるし、流通範囲を非常に遠くまで広げつつ、生産集約化もできる。使い捨てが一般化すると、もちろんゴミの量は増えるが、産業界の手は汚れない。1950年代初頭、ペプシオ筆頭に続いて、コカ・コーラと、 炭酸飲料の製造元も,ともビール業界を真似る方向転換は劇的だった1947年には100%の炭酸飲料と85%のビールが再利用可能な瓶で売られていたのに1971年ではもはやそれぞれ50%と25%に過ぎない結果として 速攻や分離帯、土手やその他のピクニックの場には、これ見よがしに空き缶と使い捨ての瓶が増え続けることになる。これに心を動かされた人々が署名活動を始め、当局が規制措置を取るよう訴える。1953年、バーモント州議会は、払い戻しシステムを義務化する最初の法律を採択する。 この法制が、そのうち全産業に影響しかねない前例となることを人は恐れ、運動を開始するために同年、キープアメリカビューティフルが結成されたのだった。1960年代、この組織は、白い服を着た小さな女の子、汚れなきスーザンが、地面に汚れた髪を投げ捨てた両親を注意している情景をモチーフにしたスポット CM を打った。 1963年には石油会社リッチフィールドとの共同制作で短編映画を一本撮っている。輝かしき遺産と題されたそれは国土の自然の美を賞賛しつつ一人一人が怪我した果てに行き着く後輩の末路を告発するものだった。ナレーションは当時はまだ政治に転向していないロナルド・レーガンなる 初老のハリウッド俳優が担当した。姿の見えないナレーターが語る。環境への無分別な振る舞いには強い怒りを覚える。地域によっては川の土手に立ち入ることさえ禁止しなければならなかったのだが、それは何も考えていない釣り人が通りすがりに残していくゴミの清掃費が上昇したせいだった。 向こうでは、良いマナーを忘れた少数の人間のせいで、海岸全体を閉鎖せざるを得なかった。ちなみに、この映画は1962年、こちらもまた、良いマナーを忘れたに違いない、石油施設の下流にある、ミシシッピ川とミネソタ川を交配させた河川汚染の直後に公開されている。だが、 レーガンの声が非難したたちの悪い釣り人たちについてもう少し語っておこう。1936年夏、コンチネンタル感謝は全く新しい缶ビールを市場に投入するにあたってアメリカ各市に大規模なキャンペーンを打った。このキャンペーンは自社の新発明の長所をこう称えた。実に便利で簡単に開けられ、 風味と冷たさを保ち、そして何より、飲むのもそのまま、空き缶もそのまま。驚くほどのことでもないが、缶ビールの一番のセールスポイントは、使い捨てできることなのだ。払い戻しも持ち帰らなければならない空き瓶もない。メッセージのついた一枚の写真には、 小舟に乗った二人のシャツ姿の釣り人が映っている。二人のそれぞれの仕草は、のんびりした午後の釣りの間、飽きもせず繰り返されたことが、はためにもわかる一連の動作の二つの瞬間を切り出している。一人は肘を上げてビールを飲み、もう一人は空き缶を手に腕を振り上げ、湖水にそれを投げ込もうとしている。 飲んだら投げてということだこのあと30年も経てばこんな広告を思いつきさえしないだろうだが根本的には何も変わっていない使い捨てのメリットは捨てられることにあるそうでもなければ理解できないだがもうそう公言することはできなくなったのだ最初のメッセージを第ンのそれで 修正する時が来ている。1971年のテレビのスポット広告、涙するネイティブアメリカンのそれに同じ仕草が映っている。物を投げるために振り上げた腕だ。だが、今度は別の映像、つまり、原住民の涙がその後に流れる。それはクレショフ効果で、 その仕草に後から別の意味を与えるのだ。今は抑圧されているが、以前はあからさまだった内容が語っていたのは、私を変え、便利だ。一杯飲んだら湖水に捨てられるぞ、だった。それは潜在化され、とみきはこう置き換えられる。私は使い捨てできますが、でも気をつけて、 捨てるべきでない場所に捨てると、もうやっちゃったでしょうけど、罪悪感を感じることになります。我々がそうするようお誘いしていたことではありますが、今となってはそれ禁止です。それどころか罪悪感も芽生えますよ。大事なのは後悔という影響を引き起こすことなのだ。 バンダリズムの心理学についての論文集の一節にはこう書かれている。社会コントロールの観点では、両親に訴えかけることで、恥と困惑への懸念をかきたてることが目指されている。あからさまであれ、影にこもったものであれ、その役割は人々に罪悪感を感じさせることにある。こういう場合、 この方法はまた責任感を植え付け、一方を責め、他方の名誉を回復するのにも役に立つ。この涙が流れたのはあなたのせいだ。他の誰を責めることもできない。このメッセージは、汚染という言葉の意味を再定義し、その意味をゴミや行動へのポイ捨て程度の話にしてしまおうとしている。 問題がこうして逸脱行動によるものと整理されてしまうと解決策は当然道徳的再教育を働きかけるところから生じるはずだということになる汚染に終止符を打つには皆が個人的に良いマナーで振る舞えば十分なはずなのだ産業界は次第に隠しきれなくなった問題を抱えていた 汚染に責任があるのは人々だけだ。取り季しても無駄で、人々がいなくなった後、警官の真ん中に立ち尽くすように残っているのは、派手な文字でブランド名の書かれた、玉虫色のもろもろの物体だけだ。この汚染は、コカ・コーラでも、ペプシでも、バランタインでも、パブストでも、ミラーでも何でもいいが、各社の提供で、 皆様にお送りされていて、彼らがこのゴミを得意げに宣伝しているような雰囲気が醸し出されている。空き缶を捨てたのが私でなくとも、そのゴミにはうちのロゴが印刷してある。と、全米ソフトドリンク協会の会長は1970年に手短に述べている。コカ・コーラの社長も同様に、我が社のパッケージは とても目立つので、よその製造元よりも非難される、と遺憾の意を表明している。1970年4月、第一回のアースデーの数日前、コカ・コーラ社のポール・オースティン社長は銀行家を前に演説をぶった。当時の環境問題に話が及ぶや、彼は2000年には、 今の自分の年齢になるであろう我が子たちのために、現在進行している環境殺人を懸念していると述べる。いずれ地球は人の住めない状況になる危険があり、人類には惑星間移住しか選択肢が残されていないかもしれない。異議申し立てをする若者を口汚く罵る者もいる中、彼は 若者世代への惨事を公言する。この国の若者たちは争点に気づいています。我々が一見無頓着であるからこそ怒っているのです。多くの学生が活動に加わり、デモをしています。さて、今やこの創造しい若者世代に感謝すべき時である。若者たちの意識と、 洞察を称たたえたい。彼らは継承を鳴らすことで我々に貢献してくれたのです。さて、公定期した後は何をすべきか。政府は問題を解決できません。しかし、人々は何かができるのです。この二段構えの発言からエコロジーからの異議申し立て、そして、 それを引き継ぐ規制の気配と対決する産業界のスローガンが伺える。公的介入は無意味で、個人に責任を負わせることこそ万能なのだ。しかし、環境保護運動は、こうしてお勧めされた通りに、無頓着な釣り人や、その他のひどいマナーで休日を楽しむ者たちをバッシングするよりも、汚染源を突き止めることを選んだ。 そして収益ばかりを懸念して、馴染みの容器再利用システムをおじゃんにし、使い捨てを選んだ産業界に異を唱えた。1970年代初頭には、払い戻しシステムに戻すよう、製造元に強制しようという提言が多発した。1972年のオレゴン州、ついで翌年にはバーモント州で、この方向性に沿って、 秋ボトル法が採択される。怒りに我を忘れた産業界は、時に自分たちの基本メッセージを忘れるほどだった。今年、メイン、マサチューセッツ、ミシガン、コロラド各州で行われる、秋ボトルについての投票とは、あらゆる手段を用いて戦わなければならない。こうした州で、 オレゴンへの道を進ませようとしているのは共産主義者かあるいは共産主義的考えを持った連中だとアメリカンキャンカンパニーの社長とキープアメリカビューティフル運動のリーダーを兼任するウィリアム F ・メイは激怒する規制という脅威に直面したガラス容器製造業者協会 GCMI は1970年に 数百万ドルをつぎ込んだ一大広告キャンペーンを打つ。この作戦を担った広告会社は、ティーンエイジャーの間で使い捨てボトルが流行るよう、ミュージシャンたちを売り出すことを思いついた。最初は、ソーダポップとワンウェイボトルと名付けられたこのグループの使命は、ラジオやテレビの CM を通じて、若い世代に炭酸飲料を買うときは、 使い捨てボトルを選ぶよう説得することだった。このグループは初期のシングルで使い捨てボトルで元気いっぱい今絶好調街まで持って帰ることなんてないさと歌い上げたそれが即座に物議を醸すことになると次は少し後戻りする GCMI の会長は我々は失敗した 環境問題が政治の喫緊課題だと予想していなかったのだと認めている。グループはガラスボトルと解明しテーマも遠回しになった。ミュージシャンたちは挑発にインド風のチュニックにボサボサ髪をまとめるヘアバンドというヒッピー風の格好で甘っとるいムードに曖昧な言葉遊びを詰め込んでボトル入りソーダの良さ ガラスは清潔で味も長持ちを歌うことにし、あまりにあからさまに使い捨て容器の便利さを力説するのは諦めた。しかし、半払い戻しシステムのキャンペーンは、こんな低レベルの歌謡プロパガンダより巧妙な別の方法でも行われた。1970年、第1回のアースデーの2日前、GCMI は、 ロサンゼルスでリサイクルの試行プログラムを開始した。提携する各種団体や学校、教会の仲介で動員された住民たちは、回収されたガラス500グラムごとに1ペニーと交換するという目的で、開放された回収センターに広口瓶や空きボトルを持ってくるよう誘われた。経済的観点からも、 エコロジー的観点からも払い戻しの対象にならないボトルを禁止したり課税したりするよりはリサイクルする方が好ましいことの証拠を示そうとしたのであるメディアは連日回収されたボトル数の報告を受けた参加者数は期待以上だった一ヶ月も経たないうちに週あたり 25万本のボトルが山となって回収された。この成功に勇気づけられた GCMI は翌年、ゴミポイ捨て禁止週間に合わせて全国規模のリサイクルプログラムを実施に移す産業界はこうしてリサイクル活動を払い持ち義務化と使い捨て容器禁止という計画の代案として売り込んだ。産業界のロビーが リードし、勝利を収めたこの反撃が幕を閉じる頃には、リサイクルは元を立つという強制プログラムの保管ではなく、唯一の選択肢となった。産業界がプッシュする分別とリサイクルが実践され始めた段階ですでに、家庭ゴミの量は爆発的に増加していた。この例は、 いつの間にやら多くの領域で現代版の倫理的ネオリベラル主義の戦術原則の一つとなった。責任化の手順の典型である。その最初の役割は規制回避である。つまり法的強制よりも善意をかきたて自発的な参加を刺激することで行動を統治することだ。 ロネン・シャミールの分析によれば、責任家は、モラルを持って行動する能力を構築し、また、それを自明の前提とする要請。当局権限が横のレベルで強制力を展開することに協力できるとされた、反省的な主体性を動かす統治技法である。責任家は、主体の自立に訴えかける。 自分のことは自分で引き受け、自分で統治する。とされる諸個人に向かって話しているのだ。1980年代初頭、トーマス・シェリングは自分自身をマネジメントする技法を表すエゴノミーという信号を提案した。自分自身が誰か他人であるかのように扱うことは、広く見られるセルフマネジメント技法だと、 彼は指摘する。責任化は、この意味でのエコノミーだろうか。おそらくそうだろう。しかしそれは、他人にその人自身をマネジメントさせることで、その他人を支配する技法として登場したものでもあるのだ。自分の方向性を反省する能力の活用をもとに、他人を支配する技法である。 他立の中の自立なのだ。彼らが消費者のエコロジー的責任化に訴えかけたのは、払い戻しシステムが解体され、そして再処理コストを免除された瞬間、構造的に反エコロジー的な決定がなされたまさにその瞬間のことであった。これは、モラルに裏表があることの典型例だ。ここでは、 自分以外のすべての人間に適用される規範が主張される。自分の責任回避のために他人を責任化するのである。広告キャンペーンの大きな後押しによって産業界はゴミ問題を生産プロセスとは関係のない個人の責任問題に、つまり産出源からのゴミの削減問題とは無縁のものとすることに成功した。 我々各個人が自分たちのこのか弱い方にすべてがかかっていると思い描いているとしたらそれは少々浮かれすぎというものだ。しかし一見わかりづらいが台所で容器の分別にかまけている我々もまた地方公共団体をはじめとするその他諸々と並んで指数関数的に増える家庭ごみに直面し 必要なインフラの財源のための投資や借り入れを強いられた関係者なのである。とはいえ結局、飲料産業の生産した容器のリサイクルシステムに自分たちの活動と税金を通じて助成金を出し、企業が追加コストを引き受けることなく活動拡大することを許しているのは市民なのだ。1970年代、 産業界は活動家の運動のレトリックを再利用して責任感ある小さな行動を通じて参加し闘争を続けるようアピールを発した議論の流用の仕方は大雑把だったがそれが問題にならないほど彼らの戦術は繊細でエコロジー運動の地位を奪えるだけの反撃行動を導入しなくては彼らの運動に打ち勝つことはできないだろう 取り返していた。涙を流すネイティブアメリカンのキャンペーンは、こうして、汚染を食い止めるために、あなたのできる71のことを載せたパンフレットにつながっていくのである。産業界と揉め事を起こすよりは、むしろ、その利益と両立する、非敵対的な指針に則っ,って、方向を修正しつつ、 湧き上がる行動意欲も満足させられる。そんな、飼いならされた参加形態を推進するよう努めていたのだ。耳に大変心地よいことを囁いてくれる。それこそがこうした戦術の心理的な長所だ。そして間違っているわけでもない。もっとも、適切に理解すれば、の話だが。 すべては皆さんにかかっている、違いを生む力を持っている。これらは、日常生活の実践レベルまで含み、今ここで事態を変えたいという強い願いに出口を見つけてやろうと努めている。しかし、それを人畜無害な行動形態に取り込んでしまうのだ。リサイクルの企業プロモーションは、この種の戦術である。 非政治的な雑事にかまけるよう仕向けることで潜在的な反対派を丸め込むのだ。この奇妙な倫理的ネオリベラル主義は無意味とされる政治活動に対抗して連帯精神によるミクロ活動を掛け持つよう促す。だが彼ら自身の行動がすぐにそれを否認する。 環境規制プロジェクトを失敗に追い込むために、産業界は活発に政治活動を行っていたからだ。彼らは右往の州として行動するどころか、逆にコングロマリットへと結集する。つまり、集中的に行動できる集団へと結集しているのである。1960年代、登場して間もないエコロジー運動にとっては、 フェミニズム運動と同じように、個人的なことは政治的なことであった。支配関係を日常生活の奥底まで突き止めなければならなかったのだ。革命もまた、無反省な習慣やプライベートと言われる行動を改めて問い直す過程を経るのだから。生活形態をフラットな状態に戻すことは、 全くもって革命的政治の次元の一環だとみなされる。個人的行動を変化させるよう働きかけつつ、システムを変えるよう戦い、対比を作りつつ、政治活動もする。こういったことが排除されるわけではないのだ。産業界の責任化の言説こそが、個人の行動のミクロな改革を、 政治活動の代替プランとして推奨することで二つの次元を分離させ対立させたミクロな変化とマクロな変化という偽りの二項対立を広めたのは産業界なのだシステム変更の要求はもうえそらごとだユートピア風の不毛なものだと言われてしまうそして各個人の 実践形態の持続性なるものこそ、集団活動や紛争など抜きにして、純粋に何かを付け足すだけで事態を変えられるものだと評価される。産業界はこの二つを対峙したのだ。